プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイスメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。10月16日日曜日のダイジェストです。16日の午前中は朝のルーティンと買い物、午後は動画編集と修理とまた買い物、夜はレオ様とおしゃべりをしました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが9980歩、体重測定と8時間睡眠、ユートレさんとマリナトレさんで踊りました。オレンジ色が、お休みをしていて、黄色が動画編集とブログを書きました。黄緑色が拡散で Twitter と Facebook を2つずつ、 YouTube で動画を作ってノートとホームページとアメーバとブロガーでシェアをし、 LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。 Instagram 1つ上げました。緑色のガーデニングがガーデニングしようと思って出てったのに忘れて写真だけ撮って戻ってきてしまいました。水色が計画と空の写真、青色が暗記暗唱、紫色はルーンとタロットカードと、写真撮影です。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、フェイスマスクしてないですね。オーラルケア、身だしなみを整えて感謝を褒め、誰かを褒め感謝を捧げ自分を愛して褒めました。あと薄だいだ色が料理、皿洗い、洗濯、整理、マッサージ、ボディメンテナンスとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓、あとミクニシェフにのでジャガイモのレシピを、いくつか動画とか、それから他のサイトでもブログとかを見たりしました。それから黄土色が買い物が2箇所ですね。それから両学長さんの動画で、茶色が漫画を読みました。黒色がお休みをして、灰色が修理を、目地シールが断捨離してたら出てきたので、それで壁紙の破れているところを補修したんですが、目地シール自体を買ったのがすごく前で中身が劣化していたので、ちょっとゴツゴツのボロボロになりましたけれども、まあ破れたところはつながったということで良かったかなと思います。白色が祝詞とお経と六方杯お祈り、金剛院さんなどで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、破れた壁紙の補修をして灰色の職人の才能を育てました。空の写真を撮り散歩をして水色のロマンの才能を育てました。夜はゆっくりレオ様とおしゃべりをして、茶色のリラックスの才能を育てました。今日の自分観察ということで、主様にお願いして松茸を買ってきてもらい、2本だけだったんですけれどもね、年に一度の贅沢ということでお願いして、で炊き込みご飯にし、リオ様が帰ってきて食卓を囲み幸せな時間を過ごしました。今日の失敗ということで、じゃがいものガレットを作ろうとしておろし金を使って細く切っていたんですが、おろし金で自分の指もおろしてしまい、血が止まらなくって、考えていたメニューが全部できずに残念でした。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、
文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。最後の言葉に行きますね。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。じゃあまたね。バイバイ。